ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、無期懲役になりたくて犯罪を犯した人物を知ってるか。知らないわ。無期懲役になりたいってどういうこと？理解ができないわ。実際に、無期懲役を望んで犯行に及んだ小島一郎という人物がいるんだ。どんな人でどんな事件を起こしたのかしら？今回は、東海新幹線通り魔事件について解説するぜ。とても悲惨な事故のようね。ああ、本当に痛ましく悲惨な事故だったぜ。風化させないためにも、この解説を聞いてほしいんだぜ。心して聞かせてもらうわ。解説お願いします。それじゃあ、事件の内容を解説していくぜ。その通り魔事件は、どんな事件なのかしら。2018年6月9日に起きた事件で、神奈川県の新横浜駅から小田原駅を走行中の東海新幹線のぞみ265号の12号車において、犯人の小島被告が乗客3人をナタで切りつけ、1人を殺害、2人に重傷を負わせたんだ。その乗客とは知り合いだったの？全く面識はないぜ。動機はあったが、その対象は誰でもよかったんだ。詳しい事件の内容を話すと、21時42分に予定通り新横浜駅を出発したのぞみ265号の車内にいた小島被告は、12号車の後方の2列シートの左側に座っていたんだ。新横浜駅を出た途端、立ち上がった小島被告は、右隣の席に座っていた乗客の女性をナタで切りつけたんだぜ。突然すぎるわ。女性は逃げる暇なく切られたのね。でも、その事態に気づいた一人の乗客の男性が小島被告を止めに入ったんだ。そんなの絶対怖いのに、めちゃくちゃ勇敢だわ。小島被告と男性は揉み合いになって、男性は転倒してしまったんだ。その隙に、通路を挟んで左隣にいた別の乗客の女性を切りつけたんだぜ。見境なく切りつけていたことがわかるわ。小島被告に立ち向かった男性は、先に女性の二人を車両後方に避難させたんだが、その男性は小島被告に馬乗りになられて体を何回も切りつけられたんだ。聞いていて本当に恐ろしいわ。12号車の事件を聞いた車掌は、キャリーバッグを盾のようにして構えながら小島被告に近づいて、制止させたんだぜ。その後に、小田原駅に緊急停車し、駅で待機していた警察官に現行犯逮捕されたんだ。これ以上の被害が出なくてよかったわ。止めなかったらどこまで被害が膨らんだかわからないわ。負傷した女性2人と小島被告を止めに入った男性は病院に搬送されたんだが、女性2人は重傷を負って、男性に関しては搬送の時点で心肺停止の状態で、病院に到着次第死亡が確認されたんだ。勇敢な男性乗客は亡くなってしまったのね。でも、その男性の勇気ある行動がなければ女性2人は亡くなっていただろうし、他にも被害者は出ていたかもしれないわ。その通りだな。男性の行動は本当に称えるべきもので、このような被害者を出さないように取り組むべきだな。うん、男性の行動や命を無駄にしないためにもね。この理解できない無差別殺人を起こした小島被告は、問題のある家庭環境と繰り返すいじめがあった老いたちなんだ。こんな事件を起こすまでに至った経緯と老いたちはどんなものだったのかしら。小島被告の幼少期はのんびりとした性格だったんだが、5歳の時にアスペルガー症候群という発達障害の疑いがあると言われたんだ。アスペルガー症候群ってどんな障害なの？アスペルガー症候群というのは、知的障害を伴っていないものの、コミュニケーション能力に問題が見られるという症状なんだ。コミュニケーション能力に問題って、具体的にどんな問題を抱えているの？アスペルガー症候群はコミュニケーション能力に多少問題があるだけでは判別が難しいんだ。その詳細な症状の内容を説明すると、まず、対人関係においてトラブルが生じることがあるんだ。相手の気持ちや意図を想像したり、その場の空気や暗黙のルールを理解するのが苦手なんだ。だから、その場の空気に合わない発言などをしてしまうことがあるんだ。見た目とかには症状が出ない分、気づかれたり、配慮されることがなさそうで大変そうだわ。しかも、これ以外にもコミュニケーションの障害で、言葉の使い方が独特であるため他人との意思疎通が難しいということや、パターン化した興味や行動の症状で、新しい人や状況、予想外の事態への臨機応変な対応が苦手という症状があるんだ。人や状況、環境に敏感で関わること自体が困難になっているのね。もちろん、人によって症状は異なるんだが主に挙げられる症状はこれらなんだぜ。ただ、アスペルガー症候群だからこんな事件を引き起こしたって直接結びつけるのは間違っているから注意してほしい点だぜ。
確かにそうね。そういった症状や障害を持っていないと、感覚的に紐づけたりしちゃうけど、冷静に考えたらそうはならないわよね。小島被告の場合は、アスペルガー症候群という疑いがあるにもかかわらず、両親のアスペルガー症候群への認識や配慮の低さに問題があったんだ。病院に通わせて、症状を抑えたり医師と相談してアドバイスをもらったりできるわよね。本来であればそうなんだ。ただ、小島被告の母親は成長すれば治るということと、薬代が高いという理由で病院には通わせなかったんだぜ。しかも、小島被告本人は病院に通いたいという意思があったのにもかかわらずなんだ。改善の余地はあるのに、母親として子供への理解や責任が足らなすぎるわ。父親に関しても、男は谷底に落として育てるものだという教育方針で小島被告には厳しく当たっていたんだ。子供にとって、両親どちらもが寄り添ってくれないのは苦しいなんてものじゃないわよ。小島被告はそれから家に引きこもるようになって、人との関わりを遮断して中学も2年生の頃から不登校になるんだ。そんな状態で中学2年まで育ったのね。母親は、自立支援の NPO 法人のシェルターで生活させることにして、中学2年からは親元を離れて生活していくんだ。そして、中学、高校、職業訓練校を卒業して会社に就職して一人暮らしを始めて自立したんだ。もっと親の愛に直接触れて、成長期や思春期を過ごして欲しかったわ。そうだな。自立したものの、小島被告は就職先でいじめにあって会社を退職してしまうんだ。いろいろなんでいじめが起こったのか想像はつくけど、おそらくアスペルガー症候群への理解が足りなかったのね。その後、障害者施設で働き始めるんだが、ホームレスになりたいという思いから会社を辞めてしまうんだぜ。そうなのね。家を出て、寝袋での塾をしながら、長野県内を転々とする生活を送っていたんだ。お金はどうやってやりくりしていたの？生活費は、祖母からもらった年金が振り込まれる通帳を使っていたんだ。事件で使用した凶器のナタも、そのお金で購入し犯行に及んだんだ。アスペルガー症候群という理解されにくい症状を抱えて、人格が形成される幼少期と学生時代を親は寄り添わず、学校ではいじめに遭い、歪んだ考えや価値観を生み出してしまったのね。小島被告の父親は事件後の取材で、親とは思えない発言をしているんだ。どういった発言？私は、生物学上の親ということでお願いしたい、と言っていて、小島被告をくん付けで呼ぶなど、育てたのは私ではないというような態度をとっているんだ。教育方針なんか語っておいて、本当に無責任すぎる父親ね。このように、小島被告には自身の抱える症状と、それを理解や寄り添いのない環境で生活してきたことから、歪んだ人格が形成されてしまったと考えられるんだ。小島被告がしたことは許されることではないし、家庭環境が悪いからって同情すらできないほどの非常な事件だったけど、そういう家庭環境を作り出した親は責任を感じるべきだわ。小島被告が逮捕され、その後の裁判で犯行の動機について問われると、子供の頃から刑務所に入るのが夢だった、と陳述しているぜ。そして、有期刑だったら出所後に必ず人を殺す、刑務所で更生することはない、などと発言する一方、死刑の可能性について問われ、怯えている、とも明かしていたんだ。つまり、冒頭でもあった無期懲役になりたいってことよね。そういうことだな。それ以外にも、小島被告は判決と同じ起訴事実をすべて認めた上で、何のためらいもなく、ナタとナイフで、殺しきりました、と胸を張って発言したんだ。しかも、検察官が押収したナタを提示して、これはもういりませんね、と問うと、表情を変えず、有期刑になって出所したら新しいものを買うのでいりません、と再び殺人をすることを辞さない考えを述べたんだぜ。結果的にはどうなったのかしら？裁判の結果は無期懲役の判決で、小島被告の希望通りとなったんだ。小島被告が希望しているから無期懲役にしないといったことは当然できないだろうし、こういった場合の判決ってどう出ても納得できるような結果にはならないわよね。そんな無期懲役の判決を言い渡された小島被告は、控訴はしないことを明確にして法廷内で万歳三唱をしたんだ。それはひどすぎるわ。被害者遺族がどんな思いでいるのか計り知れないのに、そんな挑発とも取れるような行動をして、心にもっと大きな傷ができてしまうわ。本当にそうだぜ。被害者や被害者遺族の気持ちは当人にしかわからないような、感情を抱いていることだと思うぜ。だから、今後こんな事件がないように再犯防止の取り組みに力を入れていくべきなんだ。その通りね。絶対にこんな事件を繰り返してはいけないわ。
当時の東海新幹線は通常、警備員は同乗しておらず、車掌と車内販売を担当する乗務員が車内の見回りを担っていたんだぜ。それだけのスタッフだと、今回の事件には異変が大きくなるまで気づけなかったのよね。そう、だから JR 東海は警備員を新幹線の車両に同乗、巡回させて再犯防止に取り組むことを決めたんだ。他にも、車両に防護盾や差し股を常備したり医療用品も充実させたんだぜ。警備員が同乗してくれるのは大きいわね。それと、この事件が起こった時に乗務員同士の情報がうまく共有できていなかった事実を反省して、車掌や運転手、車外の指令など同時に連絡できるようにスマートフォンを利用した連絡手段を導入したんだ。でも、大きな事件を未然に防ぐために手荷物検査とか金属探知とかは導入しないのかしら。JR も、飛行機などで行われているような手荷物検査を新幹線でも導入の、意見はあるのは理解しているらしいが、利便性を阻害するような大掛かりな検査は難しいと否定的な姿勢なんだ。確かに、たくさんの人が新幹線に乗るのに一人一人検査してたら膨大な時間がかかってしまうわね。まあ、利便性よりも安全性を優先してほしいけど、だったら車で行けってなりそうだわ。もちろん、JR も最大限安全には配慮してると思うが、大掛かりすぎると運行自体に大きな支障が出てしまうからな。でも、安心、という会社が開発した、新幹線改札での手荷物検査装置、の導入が期待されているんだぜ。人じゃなくて、機械が手荷物検査してくれるのね。この装置を使えば、乗客の手荷物を4秒程度でチェックできるらしいぜ。それなら、実装も現実的かもしれないわ。安全安心な移動ができるように、どんどん進化していってほしいぜ。ええ、その通りね。というわけで今回はここまで。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。